阪神電鉄元町駅東改札口。右奥に、浦久名店街の看板が見える。浦久名店街とは、兵庫県神戸市中央区元町通りに存在する地下街の名称。駅の東口と南口を結ぶ、約120メートルの地下通路に、約30店舗のスナックや飲食店が立ち並んでいる。1947年1月。 阪神電気鉄道元町駅地下通路の開通に伴い阪神メトロ街として開業した。1959年、現名称である裏久名店街に改名。1979年、改正後の建築基準法に適合しなくなった既存不適格に当たるとの指摘を神戸市から受けた。地上への出口が狭いことなどが問題とされたが、違法建築物ではないため、 消防法に沿って誘導灯やスプリンクラーなどの設備を整えることで対応がなされた。1990年代、実地会として元町裏区名展開が発足。2006年、阪神電鉄は店主たちとの賃貸契約を普通の賃貸借契約から定期賃貸借契約に変更した。2013年1月、東灘区三影本町の阪神電鉄高架下で、 店舗火災が発生。2014年3月7日には、阪急13駅前に密集する飲食店街で、飲食店など36店舗、延べ1500平方メートルが焼ける大規模火災事件が発生するなど、老朽化した飲食街の火災被害が目立つようになった。これを受け、貸主の阪神電鉄が、裏区名店街に火災時の避難用階段が確保。 できないなどの安全上の問題があり、火災時などに大きな事故につながる危険性があるとして、裏区名店街の閉鎖を決定。2014年11月、阪神電鉄側から名店街店主来の説明会が開催された。阪神電鉄は2016年3月末で閉鎖するという方針を告知し、当時運営中の30数店舗に明け渡しを求めた。これに対し、 自治会は署名活動など閉鎖撤回を求める活動を展開。2016年自治会は神戸市宛に歴史的遺産、昭和の文化として残す防災訓練に取り組み、防火管理者の資格を取得などを強調した要望書と署名を提出。神戸市は商店街の活性化を支援したいとした。2018年4月、3店舗の借り主に 店舗の明け渡しを命じる大阪公裁判決が確定した。店主や客らは昭和の風情が残る街を残してと署名を集め、阪神電鉄に5826筆、神戸市長に6565 65筆を提出。2019年1月、その時点で営業を続けていた15店舗のうち2店舗に対して店舗の明け渡しを求める訴訟が提起された。 テナント化死ぬしの阪神電鉄が明け渡しを求める訴訟が神戸地裁で続く中、2019年8月21日、天主らは神戸地裁に公正な判決を求める要望書を提出した。要望書には昭和の風情が残るレトロな街を存続させてと望む常連客ら2669府での署名が添えられていた。2021年1月、 前述の2店舗に対する訴訟の判決が神戸地裁であり、店舗の明け渡しを命じる判決となった。北緯34度41分21.9秒、統計135度11分14秒、北緯34.689417度統計135.18722度、34.689417、135.18722、ありがとうございます。